皆さん、こんこににちは。毎日、おお健やかか。過ごしでしでょうかさて皆様方のご支援をいただきまして MCL 研究所は今年で10周年を迎えました発足当時は何かと疑問を持ちながら尿療法を体験されていたことと思いますが今日では治療法としての尿療法という考え方から一つの健康法として捉え多くの方々が実行されるようになりました 医学的に立証され、世の中に認知されるまでにはしばらく時間がかかるとは思いますが近い将来、多くの実践者、研究者によって確立される健康法と確信していますそこで、MCL 研究所の会長を務め自ら実践をしていらっしゃいます中尾会長に、長年の活動と研究を通じてお話をいただきたいと思います中尾良一会長は19、1912年 明1933年現在の岩手医科大学を卒業後山梨県立病院に内科医として勤務そして10年後の1943年から軍医としてインパール作戦出征復員後は中尾内科医院を開業研究論文も多く発表されましたまた日本医師会大議員市会議員 県会議員を務めるほかに各種の公職を歴任社会文化功労賞世界平和賞などを受賞されました1991年平成3年 MCL 研究所の設立に力を注ぎ初代会長として尿療法の啓蒙のため国内がもとより海外にも出向いています尿療法世界大会第1回目のインド 2回目のドイツで基調講演をこなすなど現在もエネルギッシュに活躍されていますでは中尾会長よろしくお願いしますでは初めに中尾会長の医師歴と尿療法との出会いについて教えていただけますかまあ尿療法はねもう私がね幼稚園へ行ってる自分から幼稚園の先生から聞いてったんです尿は汚いもんじゃないよと どんな病気でも効くんだよという話を聞かされておったわけです。それは5歳ぐらいの時です。だから今からもう今現在90ですからもう80何年前の話です。その自分に目に入ったことを覚えておったわけです。それがそもそも尿療法との出会いの始まりなんです。だけど実際にそのそれが効果があるかないかということを試したのは 昭和12年でした。医者になって34年経ってから。その自分にはその淋病という性病があったわけです。これ、今のように抗生物質も何もない時代だから、1年経っても2年経っても治らないんです。だから、まあ寂しい病気というくらいの名前がついたわけです。えだ,だから、そういうものに果たして効くかどうか。 やってみなきゃわからんから。それにその試したのがそもそも始まりなんです。それが昭和12年です。その時にびっくりしたのは、もう1年もその前から読んでおって。病院へ入院して1ヶ月治療したけれども、どうしても治らないという青年がね。毎晩その。尿をする時に痛くて困るから注射をしてくれと言ってくるんですよ。 それが決まった夜中に来るんです夜中にこんな毎日こんなことをして起こされたりゃとてもたまらんと思って昔そういうことがあるということを頭の中にあったからその青年に尿を飲んでみろとそういうことをすればいいという話が昔からあるんだからやってみろと言うたところがドドロドロになって尿をグッと飲むんですよそれはもうやっぱり背に腹がかえられんから。 痛いのを毎日我慢するのは偉いから飲むんですよそう,そうすると驚いた頃にはあくる日もキラッと良くなってるんですよ刺し身の長い林病がたった1杯の尿で良くなったとこれは驚くべきことなんですよそこでまああと1週間ばかり、まあ、飲んでもいいかというから飲ましてその時に初めてその尿というものの効果を知ったわけです。 それはもう医者になってから小8年に医師免許をもらってから9 10 11 12、まあ、3 4年経ってからの話です。それからまあ尿の効果というものが非常にその我々の知っている範囲以上のものだということが分かったわけなんです。そそそれがまあそもそものの出会いの始まりです。一般的に尿というものは不要で汚いものと思われがちなんですが飲んでも大丈夫なんでしょうか 問題はそれなんですその尿は汚いということはですね大小を一緒にしちゃって大も汚いから小も汚いんだろうというそういう教育をしてきたわけですよ。ところが尿というものは血液として体中を循環してそして体の各臓器の病気の情報を持って そして足りなくなったものを補ってそういう余ったものをもっと集めて腎臓へ来てそこでこされて不要になった肺物だけを持って出て出きたものが尿なんです。だから出るまでの瞬間出るまでのまではですね体を循環してるんだからこれ汚いわけはないんですよ。体血液なんだから。 ところが大の方はそうじゃなくて一本の鉄管のようなもんで食道を通って胃を通って小腸を通って大腸に立って出てくる一本の体の中が通ったタイプの中が通るだけなんですだからこれはまあ配物で汚いということを言うてもいいけれども同じに尿は配物と言っても血液としての配物なんですだから不要であるところでない 体中の病気の情報を全部持って出てきてるわけですそうでしょ体中の情報を持って出てきてるのは尿しかないんですだから汚いわけはない尿を飲むという健康法は中尾会長が初めて提案されたんですかその尿を飲むとという習慣はですね3000年も前からインドのののヨヨガガ行者がヨガの秘宝として やっっておるという事実があったわけです。3000年前から。ずっと今日まで続いてるわけです。ところががんをはじめ肝炎にあるとかあるいは腎臓炎であるとか心臓病そういうような病気は何にもそれを治す薬なんじゃないんですよ。治す薬薬はね一滴の血液も作れないんですいいですか生きた生きた木が木の。 具合悪くなった時の代わりに枯れ枝を持っっっててきたってくっつかないんですよやっぱり生きた木には生きた枝を持ってきて追記しなければくっつかんでしょそれと同じことで人間の体をそんな無機物の薬品で治るはずがないんですよ治るはずがないけどなぜほいじゃ伸ばしてるんだとそれは例えばがんになってお腹が痛い胃潰瘍でお腹が痛い腎臓で照明が出ない そういうようなものを証明を出すようにしたりそれから具合悪くなったために起きる症状ですね頭が痛いとか胃が痛いとか肩が張るとかというそういう症状を抑えるために薬でやるだけでだからといって病気は治らないんです病気の元はただ症状が抑えられるだけちょうど雨が降るときに傘さすようなもんです雨は降ってきたから傘さしたからといってね その傘が薬なんです雨が症状なんですよ体にだから傘さしていれば、まあ、とりあえず濡れる症状だけは抑えられるけれども雨は止まないんですよ。わかりますかだけど放っとけば自然に雨は止むわけですそれが放っとけば薬を飲んでる間に病気が良くなっていけば自然中力で治っていけばお医者さんにもらった薬で良くなったと勘違いをしているだけなんですよ 実際の病気は薬で治ったんでなくて自然治癒力で治ったんです自然に治る力でだ一番よく分かる例を言うとね例えば皆さんがケアをしたと台所で包丁で手を切ったと縛っておいたらくっつきますよのりでくっつけたってくっつきませんよやっぱり縛っておくというのは薬と同じ治りやすくするだけでそのために病気は治ったとだから お医者さんに行って縫ってもらったから病気が治ったと思ったらそれはくっつきやすくしてもらっただけであってくっついたのは自然の力なんですそのことが分かれば尿療法が理解できるとそうでない限りはお医者さんに治ししててもらったと勘違いをしてるだけのことなんですだから尿療法というものは教えてやってもありがたくないとところがこれを超える治療法はございませんということを私が あのビルマは地獄というあの戦場で4年間にわたって実験してるわけだそんな実験した医者がいる方いませんよ私は90になるんだから90になって現,現役で言うとるという医者はいませんよ私の同級生のものはもう90歳になってるのに生きてませんよみんな寝てますよ尿療法をやることによってそういう自然治癒力が 増強されるとこれがそのメカニズなんですね、また尿療法の場合は病原がどこにあるということをここで判定して喉で判定してそれが大脳へ行って大脳から体全体へその指令が行き渡ってそれに対抗する物質を体中で作るわけですよ。 お医者さんに薬をもらって飲むのと全然訳が違うわけです私が九十歳でねなんでフランスやドイツへ行って講演会をやったりここへ来て二時間でも三時間でも喋れるかというのは毎日チョコ一杯の尿を飲んでるだけなんですチョコ一杯の尿を飲かのまんかというだけの違いなんですまあそういうことがね分かってくれば尿療法のありがたみもわかるけれどもそれが一般にわかるようになるには まだ三十年ぐらいかかると思う。全然心配ありませんと、こういうことなんです。具体的には、尿をどのようにして飲めばいいんでしょうか。それはね、尿を飲むということは、水を飲むと同じことなんです。同じことで、特別の方法はないんだけれども。まあ、くくんで、ごっくんと飲むとね、必ず植え上あがります。植え上あがって、その今のビースポットという喉の部分に。 いっ行て、それからこの食堂の方へ下がってきますからまあ普通に飲めばいいわけただ飲,まなく飲む代わりにね天井を向いいいいててててガラガララうがいをして捨ててもいいんです。胃の中へ入れる必要はないんだから。ということになればガラガラうがいをして捨てればいいんだけれどもそういう細かい説明をいちいち一般の人は尿は汚いもんだ薬は飲まぬだという考えてる人にね えー、そんな難しいことを言う必要ないからまあ普通通り飲めと言うとるけれどもまあ今言ったように喉に当てることが目的だということを頭に入れて口の中でよくうがいをして捨ててもらっても結構です。飲むとしてもチョコ一杯でもいいんですとコップ半分でもいいんですと。別に朝昼晩いつでなきゃ何時でなきゃならないということもない。 病院へ行ってれば病院で寝てる間に飲んでもいいんだけど相手のね健康は自分で作るもんだという考え方でこの場の先の杖そういう考えを徹底させる必要があるとところがね人間というものは贅沢で達者である間は達者のありがたみを感じない 毎日空気で息をしておったって、これ10分間空気が耐えれば死んでしまうんだけれど、やっぱり空気のありがたみを感じてないです。やっぱり太陽のありがたみも感じてない。水も感じてない。そういうような人間が生きていくために必要なものは全部無料で供給されてるわけ。まして病気になった時には、なんで金持ちと金のない人間がそう区別されるのかと。 それが間違っておると。やっぱり全部無料の尿だけで効果が出ますよということなんです。だからそのつもりで皆さんが平成から実行しておれば、まあ私のようなもんで、これは転んでね、手をケアした。骨折した。だけどくっつくのは自然の力なんです。くっつくやすくするのは外科でやることだけど、あとくっつくのは自然の力なんです。だからそういうことでもね、 ずっとそのお、尿量をやってない人よりは、20日間も早くね、治っとるんです。だけど、そういうのは、実際に経験したもんでなきゃ分からんことです。まあ、そういう意味でね、まあ、すぐに効果は感じられないかもしれないけども。実際ににされれていいる方々の反応ははかかかがですかこれはねとにかく雑茶が 年1988年から今日まで10年以上にわたって毎月その記事を書いてますけれどもそれで病気が良くなってありがたいという人の文章だけでね3500例ぐらいもう来てます出てます今まで、ね、発行された一つ一つについてねどうだなんていうことこれは全ての病気に効果があるんだから。 いかがでしたでしょうか。医者であり、自ら体験しながら、尿のメカニズムを追求し続ける中尾会長。体験談を交えた貴重なお話、どうもありがとうございました。皆様にとって、今後の参考になればと思っております。